カンザスシティミュニシパル・スタジアムはアメリカ合衆国ミズーリー州カンザスシティにかつて存在したスタジアム。MLB のカンザスシティアスレチックスのダラステキサンズがカンザスシティに移転してきたため野球とアメリカンフットボールの兼用球場に再改修された。しかし球場の老朽化が進んだため1967年には野球と アメフトそれぞれの専用球場を建設することが決定した。ミュニシパルスタジアムは1976年に取り壊され、現在、跡地は公園になっている。ウィキメディアコモンズには、カンザスシティミュニシパルスタジアムに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。